皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。なでしこの初戦はお見事でしたね。ダークホースと噂されていたザンビア相手に0対5の快勝は圧巻だったね。快勝快勝。快勝、サンゴ勝、せい。サンゴ勝？いや、気にしないでおくれ。うん。では、今日の動画は主要な国の結果をダイジェスト的にお送りしていくよ。ヒビゴ、カモン、ヒビゴ、カモン。変なリズムだな。まずは、日本戦の前日に行われたスペイン対コスタリカ。スペインらしいチキタカで圧巻の内容でしたね。ボール支配率は驚異の 81%、 注目のプテジャスはベンチだったけど、パス本数595本と内容でも圧倒。この日の中心はジェニエルモソ。先制点の起点はエルモソの中央の縦パスからだし。3点目は、エルモソのヘディングシュートがバーを叩いたこぼれ球からだった。ゴール前に限らず、常に浮いたポジショニングで攻撃の起点になっていましたよね。試合の流れを読む力はさすがベテランといったところかな。右サイドのカスティーヨの細かいドリブルも効いていたし、日本戦でも厄介な存在になりそうだね。エルモソ、カスティーヨ、榎本タキシード。なんて？いやいや、なんでもない。次は優勝候補のアメリカとベトナムとの試合。先制点はお見事でしたね。綺麗すぎて、会場にいたベトナムサポーターも拍手していたもんね。43分に PK ストップで抵抗するも、最終的には力の差を見せつけられて3対0の完敗。ベトナムはシュートは打てませんでしたし、3点目の爆走はすごかったですね。スピードでもフィジカルでも全く対応ができていなかったもんね。初戦を確実に取ったことで、決勝トーナメント進出もかなり固くなったんじゃないかな。次戦はオランダ戦ですか。どちらの国も、1位通過するために勝ちに行くでしょうね。ただ、両チームとも怪我人などでチーム状況はそんなに良くない。特に、オランダはエースのフィフィアネ・ミデマーが前十字靭帯の怪我で離脱中。2位通過すると、強豪スウェーデンと対戦することになるので、アメリカが相手とはいえ勝利したいところ。それぞれ優勝に向けての戦略、調整が始まっていますもんね。次戦のアメリカ対オランダは注目の一戦になりそうだね。アメリカ、オランダ。アンミカ転んだ。レイムしつこいぞ。ごめん、面を。謝る気ないな。完全に変なやつじゃん。ところで、その強豪スウェーデンは南アフリカとの初戦は苦しみましたね。そうそう。先制点はまさかの南アフリカ。驚異の身体能力を見せたクゲトラナがスピードとフェイントでスウェーデンを翻弄。最後はマガイアの押し込みで見事な先制ゴールだったね。後半開始の先制ゴールで勢いがつきましたよね。だからこそ、65分の失点はもったいなかったですよね。ラマルフェの完全なクリアミスだったもんね。無失点のまま試合が進んでいたら、結果はわからなかったかもしれない。しかし、結果は終了間際にコーナーからのヘディングでスウェーデンが新勝。南アフリカに期待感が持てる90分間となりましたね。これからの2試合も、番狂わせを期待しながら見ていきたいね。番狂わせ的なところで言うと、フランス対ジャマイカはちょっと意外な結果になったね。優勝候補筆頭のフランスがジャマイカに引き分けましたね。ジャマイカは再三ピンチを迎えるも、キーパーのスペンサーのおかげでなんとか無失点に抑えた。バーに当たる幸運も、ジャマイカに味方しましたね。さらに、フランス相手にこの力で全く引けを取らなかったね。スピード、パワーでほぼ互角に戦えていたので、最後の最後でなんとか踏みとどまることができていたんだ。11番、ショーのフリーキック見ましたか？強烈だったね。まさに弾丸シュート。彼女のテストステロン値は、正常です。失礼しました。良い勝負だったからこそ、最後のレッドカードは不運だったね。フランスの選手が足を滑らせたところにちょうどショーの残り足が引っかかってしまいましたね。次戦以降に影響が出なければ良いけど、健闘したジャマイカがブラジル相手に番狂わせを起こせるのか。この試合に関しては、トレビアンな試合だったね。トレビアン、ナポリタン、せい。いや、それイタリアン。そんなイタリアは辛くもアルゼンチンに勝利したね。一進一退の攻防で、どちらに点が入ってもおかしくない展開でしたね。アルゼンチンは、男子の優勝に続けと言わんばかりに熱の入ったプレーが多かった印象です。序盤から、サイドを中心に決定機を多く作っていたよね。引き分けに終わるかとも思われた終了間際、途中出場のジレッリが値千金の勝ち越しゴールでイタリアが劇的勝利。サイドのセンタリングからチャンスを作っていたのはアルゼンチンでしたけど、最後に決めたのはイタリアでしたね。キーパー含めて、粘って守ったご褒美が最後に回ってきた形だね。ユーロであまり良い姿を見せられなかった分、ワールドカップでどこまで本領を発揮できるかね。どんどん調子を上げてくるかもしれませんね。同じ南米勢で、ブラジルは快勝でしたね。
こちらはゲバロー通り。初出場で、このグループに入ってしまったパナマは不運だったとしか言えないね。ブラジルは、サイドから揺さぶって中央で確実に仕留めてきましたね。守備の熟練度が足りないと、ボールウォッチャーで中のマークがずれてしまう。その段差を容赦なくついてきた計4得点だね。この試合でハットトリックを決めたアリ・ボルジェスは、ワールドカップ初出場の23歳。先制点の涙は、ワールドカップ初ゴールに感極まっていたんですね。9大会連続の出場も、一度も優勝がないブラジルにとっては良い起爆剤となりそうだね。サッカー王国の誇りがかかっていますね。優勝といえば、今大会で優勝最有力と言われているのはドイツですよね。過去2度の優勝を経験しているドイツは、戦力も十分に揃えて3度目の優勝を狙いに行く。こちらも、初出場のモロッコ相手に6対0で力の差を見せつけたね。この破壊力は凄まじいですよね。ゴール前には常に3、4人の選手がいたし、こぼれ球に大勢の選手が群がっているのが印象的だったよ。本当にペナ内にうじゃうじゃと、人がゴミのようだった。表現を慎みなさい。特にゲームキャプテンを務めたポップのゴールへの執着心がすごかったね。11分の先制点と38分の追加点を決めたのにもかかわらず、オウンゴールとなった78分のこぼれ球には、味方選手までも吹き飛ばす勢いで押し込みに行っていたからね。この強さは、優勝候補筆頭に間違いないですよ。ひとまず初戦は、フランスの引き分け以外は大きな番狂わせは起きなかったようですね。そうだね。ただ、番狂わせとまではいかなかったけど、イングランド対ハイチもとても面白い試合になっていたよ。あ、私も見ました。すごい面白かったですよ。ハイチは大会初出場で、大会前の強化試合でも1勝もできなかった。にもかかわらず、強豪イングランドを最後まで苦しめた。男子かおまけのスピーディーな攻防も、とても見応えがありましたよ。最初に決定機を作ったのはハイチだし、試合終了間際の決定機も見事だった。この試合で特に光っていたのは両ゴールキーパー。特にハイチのカーリーテウスはチームを救いましたね。57分に立て続けにシュートを受けるも、見事なセーブでピンチを脱したし、イングランドのアークスも、80分の決定機を阻止できていなければ勝ち点3を逃していた。まさに手に汗握る展開。だからこそ、26分の PK は残念でしたよね。なぜ、あそこで万歳してボールに触れてしまったのか。この試合で、まだ1回もボールに触れてなかったんですかね。そんなことで。でも、スタッツで圧倒されたものの見応えのある試合を見せてくれたハイチには拍手喝采だね。デンマークが同じ組にいますが、番狂わせを期待したいところです。全然ノーマークの国だったけど、ハイチにも注目しようね。ハイチ、愛知。全然違う。これでグループステージの初戦が全て終了した。今日から第2試合目がそれぞれ行われる。早ければ、ここでグループステージ突破が決まりますね。優勝を見据えた国は、2試合で決めて3試合目は本戦に向けた調整をしたいはず。でも、初戦で負けた国は挽回しようと立ち向かってくるから、簡単にはいかないね。日本はコスタリカとですか。中南米のずる賢さをうまくかわしてほしい。なでしこの特徴であるポゼッションで、コスタリカの穴を丁寧についていけば確実に勝機はあるからね。過剰なファールアピールがあっても、焦らずに粘り強く戦ってほしいね。その他、強豪国の試合も注目だし、なかなか報道も情報も少ないけど、みんなで楽しく盛り上がっていこう。にしても、今日の霊夢は親父ギャグ炸裂だったね。ちょっと面白かったけど。本当に？ありがとう、オリゴ糖。てかあれだね。完全にジョイマンのやつだよね。自分のギャグみたいにしちゃってるけどさ。いきなり出てきてごめーん、誠にすいまめーん。いやずっと隣にいたでしょ。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。